はい、えー、とでは、この2次元をやるって結構私苦手なんですけど、<laughs> えと対,面なんか対面をベースに話をしてくださったらっていうことなので、えー、とオンラインの皆さん、おはようございます。えー、全然実感が湧きませんけどあの、Zoom でつながれています。よろしくお願いします。 えと、では、今日初めてお聞きくださっている方もいると思いますので、この子供の声を聞く私になるという講座の趣旨と自己紹介を簡単にさせていただきます。2023年のこの4月から子ども基本法制がスタートして、子どもの権利条約に書かれている子どもの権利の視点というのを、あの、まあ、様々なところに活かしていくっていうことが言われましたが、 まあ、とはいえ子供も大人もほとんど子供の権利を知らないという状況の中で始まっています。なので、まあ、子供の権利っていうのを、まあ、後ろに絵本のコーナーを会場では作っているんですけれども、あのー、こう私たち自身が知る学ぶっていうことを通じて子供の権利の視点を広げたいなと思って、えー、昨年度からスタートしている講座になります。 で去年はですね、居場所っていうのをテーマにあの行ってきたんですが、今年度は、あの子ども基本法制では入らなかった子どもコミッショナーっていうものに着目して、えー、次回以降、やっていくことになっています。あとですねあの、そうですね、自己紹介のところで言いますね。 もう一つはですねあの今オンラインで参加してくださっている方も多いと思うんですけれども、まあ、対面で、まあ、そのこの京都っていう場所でこう子どもの権利について話し合えるとか子どものことについて対等、まあ、に緩やかに学びとともに語り合える場所が作れたらいいなと思い、まあ、その期間限定の場所ではあるんですけどもあの来てくださった方たちの交流の場を作りたいなと思っています。 で今年がちょっと学生の参加が少なめなんですけども、その学生と地域の人が出会える場になればいいなっていうふうに思っています。えっ、ー、と、出会い、学び、参加するっていうことがあのキーワードになります。でえー、と毎回その、えー、と この会場の後ろのところに、えー、私がしている小さな扉という子供と大人があの話がしやすいことを助ける、ちょっと難しいトピックについても語り合うのを助ける、あの、本を紹介するあのウェブサイトをしてるんですけども、そこからあの絵本を持ってきています。今日のテーマは、あの子供の気持ちに えー、を一緒にに語り合うことができる絵本にしていますまた、どんな絵本があったのかについては、ちょっと SNS 通じて発信していけたらと思います、えーと。私のことを簡単にご紹介させてもらえたらと思うんですけど、社会的擁護というさまざまな事情で保護者と離れて暮らしている子どもの支援、権利について考えています。えー、今年度から、川西というあの日本で1998年だったと思うんですけども、あの 子供コミッショナーの制度を自治体で初めて作った子供の人権オンブズパーソンも昨年度からしています。で私の特徴はこの右下に IFCA と CVV というロゴを入れてますけれども、社会的競語で育った人たちが社会の中に自分たちのこう声や視点をこう広げていくっていう活動をしている当事者のグループがあるんですが、そこでも活動をしています。 もう一つがこの,いさあの小さな扉というものなんですが、まあ、今日のお話の中でもさせていただくんですけれども、意見表明参加の権利という子どもの権利条約の中の中核になる、あの真ん中の本当に大事な部分を占める意見表明参加の権利というのがあるんですけれども、そこを詳しく解説したものが2009年に出ていて、この、えっと、左、えっと、スライドの えっと左のところに書いてあるんですが、まあ、そこでは聞かれる権利子どもの声を大人が聞くってことが大事なので聞かれる権利ってなっていることと、えっと、情報共有と対話を含むそして大人と子どもがまあ相互に尊重し合いながら行くでそれがまあ継続的なプロセスで学びのプロセスだというふうに作られてるんですけど。 まあ、つまり、子供が意見を、子供が声を出していくときには、子供と大人の相互の尊重が欠かせないということと、情報共有と対話が大事なんですよねで。どちらかの言いなりになったり、つまり子供の言い分を全部受け取るのでもなく、大人が言い子供の言うことを聞かせるのでもなく、こう相互に行ったり来たりしながら着地点を見つけていく、継続したプロセスで、それ自体が子供の学びになると言ってるんですよね。 で、情報共有と対話すごい大事なことで、この情報共有と対話にすごく優れた素材だなって、ツールだなって思うのが絵本なので、絵本を紹介しながら話をしています。